ベイリー・イー・ハウエルはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。テネシー州ミドルトン出身。1960年代の NBA を代表するホワードであり、ボストンセルティックス時代には二度の優勝に貢献した。1997年には殿堂入りを果たしている。人口300人足らずの町、ミドルトンで生まれたハウエルは高校を地元のミドルトン高校に進学。同校には アメフトや野球のチームがなく、バスケットだけが唯一のスポーツだったため、自然とハウエルはバスケットをプレイするようになった。1954から55シーズンには、同校の新記録となるシーズン通算1187得点、平均31.2得点を記録し、2年連続で州のオールチームに選出されるなど周囲から注目を集める選手となったが、 当時のハウエルはバスケットを本業にするつもりはなかったようで8ヶ月を学校で過ごし残りの5ヶ月をメンカバタケの手伝いに精を出すような高校生活を送っていた。しかし将来が有望なハウエルに多くの大学が勧誘に訪れ彼は次第にバスケット選手を志すようになった。ハウエルは家から近いことと穏やかなキャンパスの雰囲気を気に入り 他の名門校の勧誘を受けてミシシッピ州立大学を選んだ。2年生の1956から57シーズンを迎えたハウエルは芝叩く間にカレッジ界のスター選手となった。特に名門県タッキー大学戦で37得点を挙げチームを勝利に導いたことはハウエルの名がカレッジ界に轟く契機となり、またミシシッピ州立大が ケンタッキー大を破るのは実に35年ぶりのことであった。このシーズンにハウエルは25.9得点19.7リバウンドを記録し、フィールドボール成功率56.8%は NCWA1 位に輝いた。翌1957から58シーズンも27.8得点16.2リバウンドの好成績を記録し、サウスイースタンカンファレンスの MVP を獲得。 AP 通信選出のオールアメリカセカンドチームにも選ばれた。最終学年の1958から59シーズンにはチームをカンファレンスタイトルに導き、オールアメリカファーストチームに選出される。ハウエルがプレーした3シーズンの間、同校は61勝14敗の高勝率を記録。またキャリア通算は2030得点1277リバウンドで、 通算2000得点1000リバウンドを達成したカンハレンス初の選手となった。ハウエルは1959年の NBA ドラフトで全体2指名を受けてデトロイトピストンズに入団した。ハウエルはルーキーイヤーからチームの主力選手として活躍。2年目の1960から61シーズンにはキャリアハイとなる23.6得点14.4。 リバウンドを記録して早くもチームのエースに昇格し、NBA オールスターゲームにも初出場を果たした。またこのシーズンの11月25日、対ロサンゼルスレイカーズ戦では、キャリアハイとなる43得点32リバウンドを記録している。1962から63シーズンには、オール NBA セカンドチームに選出されるなど、ハウエルはリーグを代表するフォワードとして活躍したが、 しかしチームは、ハウエル加入後も、勝率5割の壁を破ることができず、ハウエルにとっては逃げ切らないシーズンが続いた。そして1963から64シーズンに、チームが大きく負け越したのを契機に、ボルティモア・ブレッツに、トレードされることになった。ウォルト・ベラミー、ケビン・ローリー、ガス・ジョンソン、ハウエルと一緒に移籍してきた、ドン・オールと当時多くのタレントを擁していた、ブレッツだったが、 チーム内は不協和音が流れ、その陣容の豪華さに見合うほどの成績を上げられずにいた。ハウエルはブレッツでの2シーズンをチームの第2オプションとして安定した成績を残したが、彼の活躍もチームの成功には繋がらなかった。ハウエルは1966年にボストンセルティックスにトレードされた。空前の8連覇を達成したセルティックスは、節目の時を迎えており、 この年には、レッドアワーバックが、ヘッドコーチから退任し、チームも高齢化が進んでいた。長い戦いで疲弊していたボストン王朝に、新しい活力を注入する役割を与えられた、ハウエルは、チームの期待に見事に応え、エースのジョン・ハブリチェックに次ぐ、得点源として、また大黒柱のビル・ラッセルに次ぐリバウンダーとして、活躍し、遺跡元年には20.0得点8.4。 リバウンドを記録したこのシーズンにセルティックスは優勝を逃し、連覇記録は8でとダイルも、翌1967から68シーズンには王座に返り咲き、ハウエルはキャリア9年目にして初の優勝を経験した。さらに、翌1968から69シーズンもセルティックスは優勝し、ハウエルはボストン王朝の最高に大きく貢献した。 33歳となったハウエルは、翌1969から70シーズンに大きく成績を落とし、またセルティックスも、ハウエルの衰えとビルラッセルの引退で、王朝終焉の時を迎え、ハウエルはこのシーズンを最後にセルティックスを離れ、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズに移籍した。セブンティー・シクサーズでは1シーズンだけプレーし、ハウエルは現役から引退した。 NBA 通算成績は12シーズン951試合の出場で17,770得点9383リバウンド平均18.7得点9.9リバウンドだった。ハウエルはガードのように得点しセンターのようにリバウンドをつかむことができる多彩な才能を持った選手だった。ビッグマンの多くがゴール近くで得点する時代。 ハウエルはアウトサイドからもシュートを狙うことができ、またフックシュートも得意だった。引退後はコンバース社で働いた。またスポーツ振興のためミシシッピのスポーツ奨学金の基金調達にも力を入れた。2006年には彼の名が冠されたハウエルアワードが設立された。ありがとうございます。